マインクラフトで考古学パート2。では早速始めていきましょうか。今回の目的は前回解析した DNA の復元です。って、あれ、画面が真っ暗です。これはまさか。こんなの絶対おかしいよ。はい、今回いきなり録画に失敗して2時間分のビデオがおじゃんになってしまいました。すみませんでした。この2時間でやったことは、1つ、洞窟の探索。前回探索した洞窟の少し奥まで探索しました。ここでなんとゾンビさんのスポーンブロックを2つも発見。そしてすぐに破壊しました。同じ洞窟のかなり近い場所に2つもあったんです。こんなに美味しい展開なのに、なんで録画に失敗してしまったんでしょうか。本当に信じられません。ほら、こんなに近くに2つもモンスターハウスが。このシーンは本当に動画でお見せしたかったのですが、消えてしまったものはどうしようもありません。次に培養層を制作するためにサボテンが必要だったので、地図を埋めながら砂漠バイオームを探す旅に出ました。失われた2時間の大半がこれに費やされました。これがその時の地図なのですが、砂漠はどこですか？はい、さっきの地図の最北端に来ました。そこで村を見つけたのですが。村が燃えています。一体、どうしたというのでしょうか。私、決して、この黒い剣で村人を切ったりはしていませんよ。燃えた村人の火が引火して、大火災になったなんてこと、私は知りませんし。砂漠が見つからないからといって、八つ当たりするような、そんな残虐非道な行動はしていません。とりあえず、ここを降りて、村の様子を見に行ってみましょう。もしかしたら、こんなひどいことをした犯人が、まだ村にいるかもしれませんし。てへぺろ。村を見つけてからしばらく経ちました。見てください。砂漠バイオームです。このワールドには砂漠が存在しないのかと思い始めていました。でも、ちゃんと見つかったので一安心です。さあ、早速サボテンを採取しましょう。見てください。緑のチクチクなサボテン。ふふふ。まさに、これが探し求めていたものです。さあ、どんどん採取しましょう。拠点からだいぶ離れた場所なので、もう来たくありません。夜なのでモンスターが湧いていますね。ちょっとうさばらし、いえ、危険なので倒しておきましょう。うふふ、どうですか？このエンシェントソードの稲妻の味は。苦しいでしょ？ええ、苦しいでしょう。これが、私の2時間以上の苦しみの味です。存分に味わいなさい。はい、お家に戻ってきました。早速採取したサボテンを精錬して、緑の染料に変えます。DNA から恐竜の卵を復元させるための装置、培養層は、ガラスと緑の染料と水の入ったバケツ、鉄が3つ必要です。ついに完成しました。これが培養層です。待ちに待った恐竜との対面が、今、すぐそこまで来ていると思うと、ワクワクしますね。さあ、これが培養層のインターフェースです。左に、恐竜の DNA、下に、再構築用の素材を置いて、培養開始です。培養に使用できる素材は様々ですが、基本的には、お肉や、卵など、生き物がドロップするアイテムが使えるようです。恐竜の卵の復元には、
300秒もかかるらしいです。考古学ワークベンチより長いですね。ああ、怖いな。近寄りたくないな。でも気になるな。あ、え、ちょ、できてませんか。恐竜の卵、復元、成功なんじゃないですか。とりあえず、卵を持って、早く孵化させましょう。卵に書いてある絵を見た感じ、ネッシーっぽいですよね。そう、ネッシーと言ったら、ごぼごぼ。興奮して操作もおぼつきません。ネッシーと言ったら、水です。水辺に卵を置きに行きましょう。あの島がちょうど良さそうです。早く行きましょう。あ、もう日が暮れてきましたね。島に松明を置いて、敵が湧かないようにしないと。この島、結構穴が開いていて、表面を埋めるのも一苦労です。もし、恐竜さんが穴に落ちたら大変ですもの。ちゃんと埋めておかないと、いた。なんですか？敵ですか？あれ？いない？あ、そうだ。私、朝から何も食べていないんだ。そういえばお腹が。もう限界です。これからお家に向かっても間に合うわけありません。むしろ海を泳いでる間に倒れたら、恐竜さんの卵が沈んでしまいます。ここは、あえて、この島で最後を迎えます。さ、よ、つ、な、ら、はい。じゃあ、アイテムを回収しに行きましょうか。島の制圧が大体終わりました。では、日が出ているうちに卵を置いて孵化させましょう。恐竜の卵は十分な明かり、できれば直射日光の当たる場所に置いておくと、約5分後に恐竜の幼体が孵化します。卵のある場所が暗いほど孵化は遅れ、暗すぎると寒さで卵は死んでしまうようです。なので、昼間に孵化させるのが良いでしょう。恐竜さん、まだかな？早く生まれ、恐竜さん、生まれたんですね。おはようございます。すっごい可愛いです。マサムネなんて目じゃありませんよ。あ、そうですよね。泳ぎたいですよね。ネッシーさんだもんね。うふふ。土をどけてあげます。うふふ。可愛い。あ、お腹が空いてるかな。ちょっと待っててくださいね。前回作ったアイテムの登場です。食料を入れておくと、恐竜に自動的に餌を与えてくれる装置です。うふふ。あ、でも食料がありません。気持ち悪い植物じゃダメですよね。そうだ。魚を釣ってあげましょう。新鮮なお魚なら、きっと食べてくれるはずです。恐竜さん、待っててくださいね。うふふ。私の可愛い恐竜さん。うふふ。まだかな？早くご飯をあげたいな。あ、恐竜さん。どこへ行くんですか？あ、釣れました。釣れましたよ。恐竜さん。そうだ、このアイテムがあれば、恐竜さんに指示が出せるはずです。あれ？なんか、できていないような気がします。とりあえず魚をあげましょう。食べたのかな？でも、この黒い煙は、狼さんに骨をあげたとき、仲間にならなかったときのサインです。ってことは、まだ懐いていないのかな？指示をするための笛は、やっぱり効果がないようですし。あ、恐竜さん、そこで待っていてくださいね。今、魚を釣ってあげます。あ、そうだ、魚を釣っている間に、前回のパートにあった質問に答えましょうか。はい、今使っているテクスチャは、ハシバミと、ラーゲームス、DP と、バニラのテクスチャを組み合わせて使っていますので、3種類のテクスチャパックがごちゃ混ぜになっています。借り物なので、私の方から配布するつもりはありません。ハシバミと、ラーゲームス、DP のテクスチャパックは、マインクラフト、ジャパンウィキで紹介されています。
そして私のスキンは柚木ゆかりの公式イラストを見ながら自作したものです。こちらは要望が多ければ配布するかもしれません。ほら、魚が釣れましたよ。やっぱり同じ黒い煙が出ました。懐いてくれないみたいです。なんでですか？ああ、夜になってしまいます。ごめんなさい。少し周りを石で囲いますね。魚をあげても懐いてくれないので、次はさっきの自動給餌機で餌をあげてみようと思います。この魚を機械に入れれば自動的に餌をあげてくれるんですよね。恐竜さん、餌を入れましたよ。あれ、いない。どこに行ったんですか？あ、いました。動画だと見えないかもしれませんが、前方の水中にいます。で、ちょっと恐竜さん、早いです。私の2倍くらいの速さで泳いでませんか？ま、待ってください。私はあなたと仲良くなりたいんです。クモさん、邪魔をしないでください。今はあなたに構っている暇はないんです。ああ、もう邪魔って言ってるでしょ。恐竜さん、なんだか大きくなっていませんか？いつの間に成長したんですか？あ、成長したからこんな遠くまで来ちゃったんでしょうか。あまり私を困らせないでほしいです。とりあえず懐いてくれるまで石で囲いますね。ごめんなさい。でもこんなに成長が早いなら囲いも大きくなきゃいけませんね。もうちょっと大きく作り直しましょうか。下の方も出れないように石で囲って、こんな感じでいいかな。あとは内側の石を壊して。え、また大きくなった気がします。すごい速さで大きくなりますね。そのうちもっと大きくなって私をその大きな背中に乗せてくれるのかな。え、そうだ、この解析機を使えば。せっかく時間を超えて恐竜さんに会えたのに、私の不注意でごめんなさい。せめて新しく生まれる子のために頑張ります。では、ご視聴ありがとうございました。よろしければまた次回もよろしくお願いします。